車中お見舞い申し上げます。全身チャンネル第20回、今回の全身はこちらです。会見核戦争に国際連帯で反撃、広島長崎闘争報告です。原爆投下から72年、被爆者を踏みにじり核禁止条約に反対して戦争改憲に突き進む安倍政権に反撃し、 8.6 広島、 8.9 長崎闘争が打ち抜かれました。3面です。安倍改造内閣打倒し、11月改憲阻止1万人大行進へ総決起を、朝鮮侵略戦争が急切迫しています。北朝鮮の大陸間弾道ミサイル発射実験などの動きの中、国連安全保障理事会は5日北朝鮮制裁決議を採択しました。これは戦争行為、戦争挑発です。8月21日からは米韓合同軍事演習ブリッジフリーダムガーディアンを実施し、安倍政権も臨戦態勢に突入します。すでに在沖米軍と航空自衛隊が空中給油を行う日米共同訓練も6月12日から21日に実施しています。広島長崎闘争は改憲阻止決戦の突破口を開きました。12日には辺野古新基地建設反対の沖縄県民集会が打ち抜かれました。改憲阻止決戦に立ち上がろう、 8.15 集会に集まろう、8月30から31日全学連大会に集まろう、全身の定期購読よろしくお願いします。